おはようございまおはす。ようございます。はちょっとこの本の内容に入るという予告しておきながら、い。ちょっと衝撃的な住民投票の結果が出たんでね、衝撃はい。的、本当に良かったんですけれども、内容的に入れなかったんで、今日からちょっとずつ入っていきたいと思います。この仏教っていうのは、ここで言う仏教ですよ。日本の仏教ともまるで違うんですよね。日本の仏教って言ったら、どういうものを思い浮かべますかね。宗派で、に分かれ例てえば、そうね。そう、宗派に分かれてるっていうのがもう、宗派とは切っても切れないんですよね。仏教徒ですって言うと何宗ですかとか、こうそう聞なかりれまする。ね。で、うちは浄土宗なんですけども、うちの妻をね、ばあちゃんのところに連れて行ったんですよ。たら、何宗かとか言って、ね、ちょっとうちの妻は知らないんですよ。本当は日蓮宗なんだけど知らなかった。ってこう、もうなったら、ちゃんとした家なら教えてるはずとか言って、もうすでに孫の嫁いびりが始まっていたという。ああ、これはうちの母とも、相性悪かったはずやなっていう、思いましたね。やっぱり、植民地の朝鮮っていうのは、いろんな宗派があったけれども、基本的にそれほど日本の内地みたいな檀家制度ってなかったわけだから、北海道と一緒ですよ。とにかくもう緩いものしかなかったはずなんで、そういうとこから来た人が宗派って聞かれて、えってなってしまったら、それはもうその瞬間にもう嫁いじめが始まるっていう、そういう世界だったと思います。もう一つ、うちのばあちゃんが仏教っていうもの、仏教と警戒したのは、うちの父親ですね、父親が、戦後に、戦争中に、兄弟事件っていうのがあるんですよ。教員がクビになったのに連打して、学生たちがストライキやって辞めたとかいう、そのストライキやって辞めた人が、日田に帰ってきて、高校の教員をやってたんです。で、中央とのつながりもある人なんで、京都のつながりで。で、それでうちの親父の才能を見抜いて、中央の雑誌に掲載さすっていうことを尽力した人なんですけども、この人がもう早々に転校ってありますかね、共産主義をやめて、お寺さんになっちゃうんですよ。で、そのお寺さんというのが、歴史のあるお寺じゃないんですよ。その人のお父ちゃんが突然悟って 突然悟って作ったお寺なんですよ。だから、お寺らしくないお寺で、なんか妙なオブジェがいっぱいあって、あそこはどうもおかしい寺だっていうこと言われてるような、そういうお寺だったんです。で、そこのお寺に早々に引っ込んじゃったんで、で、もううちの、で、うちの味はもうずっと騙されっぱなしじゃないですか。騙されっぱなしで 自分はもう早々に引っ込んで、で、塾を経営して、兄弟中退ですけども、頭いいわけで、もう塾を経営してガンガンやっていくわけですよ。だからそれを見てるもんだから、仏教超恐ろしい。うちの、秀子ばさんっていう、父の姉ですけども、宗教超恐ろしいねって。もう仏教超恐ろしいわいって、そればっかり言って。そういう仏教ではありません。まあ、そういう仏教ではありません。原始仏典、ブッダの本当に言葉が書かれてるっていう名の、いくつか編集されるんですけども、それに基づいた、仏教なんで、宗派仏教とは一切関係ないです。この仏教は、だから、恐ろしくないです。ぜひ読んでみてください。今日は以上です。はい、ありがとうございました。